はい、今日はこれをいただきます。マルタイの北海道第2弾旭川醤油ラーメン。これもね、5分なんだって。麺が太いんかね、やっぱりね。550ml の水を沸騰させて5分間、うん、チャーシュー、ネギ、メンマ。この前と一緒だ。北海道はみんな太麺なのかな。おお、赤い液体スープだ。こんな真っ赤なスープ初めてだ、うん、これなんて書いてある。中身のスープ固まっている場合はぬるま湯で温めてくださいだ。今日はね、ちょっともったいないけど、この太いなんかラーメンの薬味にするにはもったいないよね、これね。これぐらいでいいかな。すごい半熟、550、5分間。5分、5分。今日は5分なんだけどね、1分マイナスでいこうかな、うん、4分茹でたらスープを入れて約5分で揚げちゃう。うん、と沸いてきた。はい、スタートします。あ、でもね、スープはね、白くなってくる、うん、いくらかね、うん、粉が溶けてくるのかな。まだちょっと硬いかな。今3分経過、うん、ちょっと硬いね、まだね。3分じゃダメだな。
4枚でもやしを入れる。結構ね、もやしの量が多いからね、温度が下がっちゃうかもしれない。あと20秒。5、4、3、2、1。よし。もやしの上に来るよ。おー、ナイスナイス。はい、今日はこれをいただきます。マルタイ北海道旭川醤油ラーメン。マルタイのね、醤油ラーメンって美味しいんだよね。胡椒かけていただきます。550のお湯で作ったんだけど、そんなにスープが多くないね。いただきます。美味しい、普通の醤油ラーメン。何が違うんだろうって感じだけど、特別なんか違うのかな。北海道の醤油使ってんだ。いただきます。もやしが美味しい。すごくシャキシャキ。今日いっぱいもやし入れたんだよね。ポークエキス、チキンエキス、アサリエキスだって。アサリも入ってんだ。なんかね、何が北海道っていうのが感じられないんだけど。麺が太いだけかな。この間食べた大分の醤油が美味しかったね。今日はネギも入れて、もやしも入れて、海苔も入れて、結構フル装備で挑んだ北海道旭川醤油、ちょっと期待外れかな。もうちょっと期待したんだけど、もやしが美味しい。でもね、醤油はね、あんまりインパクトないんだよな。もうちょっとさ、あごだし醤油とか煮干し醤油とか、ちょっと変わった醤油で食べたかったね。旭川醤油ってよくわかんない。前回食べた北海道の味噌もそうだけど、やっぱり九州のラーメンの方が美味しいな。美味しいってわけにちょっといかなかったけど、旭川の醤油ラーメンでした。